ツバメは、鉄道省、日本国有鉄道並びに、九州旅客鉄道による特急列車。本校では、国鉄及び JR において、ツバメを名乗った列車について記すとともに、国鉄時代に、ツバメと、ほぼ同区間で運転されていた、姉妹特急、ハト、及び、中国大陸の満州で運転されていた、南満州鉄道の特急、ハトについても合わせて記述する。 なお、現在 JR 九州で運行されている九州新幹線、つばめ、及びその直接の前身である JR 九州の在来線特急、つばめ、リレーつばめに関しては、本校では概略のみ記述することとし、詳細については、つばめを参照。1930年10月から1943年10月まで、鉄道省が、 第二次世界大戦を挟んで1950年10月から1964年の東海道新幹線開業まで日本国有鉄道がそれぞれ東海道本線で運行していた特急列車、円並びに、つばめは日本を代表する名門列車であった。東海道新幹線の開業後は1975年3月まで東海道本線及び 山陽本線の特急列車として、新幹線の進展とともに運転区間を西へ移動させつつ運行され、最終的には西鹿児島駅まで到達したが、山陽新幹線博多駅開業に伴い一旦廃止された。これ以降20年近く、定期列車としてのツバメは運行されなかったが、国鉄分割民営化後の1992年7月、JR 九州が、 鹿児島本線に特急、つばめを運行し、その後、2004年3月に、九州新幹線がその名称を引き継いだ。西明石駅付近を改装する流線型 C53、型蒸気機関車の引く、上り特急、つばめ、阪急、春日野の道駅ホームから見る、上り特急、つばめ展望車、円は1930年10月から、東京駅神戸駅間で運転を開始。 最高時速時速 95km、平均時速時速 65.5km で、特急、富士と比べて約2時間20分短縮し、東京駅神戸駅間を9時間で結んだ。荷物車、3等2両、食堂車、2等2両、1等展望車で編成。その瞬速から超特急と称された。運賃は3等6円30銭、2等12円60銭。 一等18円90銭。円という列車名は先行して運転されていた富士、桜と同様1929年に行われた特急列車の愛称一般公募結果をもとに命名されたものである。1937年7月には姉妹列車として東京駅神戸機関にカモメの運転を開始したが太平洋戦争の激化により 1943年2月に、園は運転区間を東京駅大阪駅間に短縮され、かもめは廃止、さらに同年10月には戦争激化に伴い、園も廃止された。なお、1936年には後日の重機場変更を山陽本線へ展開した後、下関駅まで延長運転する構造もあり、 C53 型蒸気機関車経営にて神戸からは、姫路駅、岡山駅、広島駅のみの停車で、東京駅、下関駅を15時間で結ぶ計画がなされていた。円の運行に際しては、列車の高速安定性を確保するために重機場の使用が不可欠であった。昭和初期、一部の幹線では50。 キログラムマイメートル機場を使用していたが、多くの幹線では37キログラムマイメートル機場が使用されていた。1928年に、八幡製鉄所で50キログラムマイメートル機場の製造が可能となり、東海道本線全線の機乗を50キログラムマイメートル機場にすることにより、円の運行が可能となった。また、食堂車と一等車にはより安定した走行を目指し、 三軸ボギー台車を採用した。使用車両当時の長距離列車の例に漏れず、機関車に牽引される客車列車で1.2等専用だった富士、三等車のみだった桜と異なり1.2、三等車すべてと洋食同車を連結した初めての格闘特急でもあった。本来は最後尾に一等展望車を連結する予定であったが、 当初は展望車の新規制作が間に合わず、1931年9月まで一等信頼者を座席者扱いとして対応した。列車の設定にあたっては、大阪駅などで定時運行、石炭節約の功績を挙げていた、西洋鉄道出身の有機工機を運転課長として本局に招き、指揮をさせた。園は最速列車として人気が高く、 早い時点から増結が望まれていたが、C51K、水槽車での牽引では7両までが限界であったため様々な試行錯誤の末、1931年12月からは、同時間帯の東京駅大阪駅間に2.3等車で編成された臨時列車、臨時ツバメを増発した。1934年12月以降は、不定期、 ツバメと解消して1942年まで運転され、一時期は一等信頼者も座席者扱いで連結された。速度向上の手段、円は到達時間短縮のため、それ以前には例のなかった様々な高速加速を導入した。円より早かった電車長特急とも呼ばれたツバメであるが、客車時代では高性能電車には及ばなかったとみられ、 以下のような逸話が残されている。新京阪鉄道新京阪線で使用されていた P-6 系電車は超特急という列車種別での運転があり、1930年代に山崎駅付近の東海道本線との並行区間で並走する円を追い抜いたという逸話が残っている。その審議や背景については、新京阪鉄道 P-6 系電車円、 追い抜き伝説を参照のこと。1934年7月20日に、水田駅スマ駅で電気運転が開始され、模波42型が運用を開始。2年後の1936年には模波52型も新造され、電区間も京都駅まで延長されたが、私鉄との競合もあり、当初から同区間は園より所定時間が短く設定されていた。 関西宮殿も参照。縁が日本を代表する特急列車であった頃、満州では急行列車、ハトが誕生した。中国における日本の国策会社であった南満州鉄道は1932年、大連駅長春駅間を運行していた急行列車にハトと命名した。当初は満鉄を代表する優等列車であったが、1934年11月により、 高速で高級な設備を備えた特急、アジアが登場し、代表列車の座は明け渡した。しかしその後も、速度向上は行われ、1939年11月時点では、大連駅新京駅間を10時間20分、標定速度時速6 8 4トルで運行された。その後の第二次世界大戦下における戦況の悪化により、 1943年2月にアジアが廃止され、ハトも速度低下する。しかし、ハトは1945年8月のソ連軍による満州侵攻時まで運行を継続した。ソ連軍の侵攻の後、南満州鉄道は中国朝春鉄路に移管され、満州におけるハトの歴史は幕を閉じた。C62 に東海道本線で特急。 ツバメを牽引した証であるスワローエンジェルマークツバメに使用ディフレクターされたマイテ3 9系戦後発の国鉄特急として東京駅大阪駅間で特急平和の運転が1949年9月から始まり愛称公募により翌1950年1月にツバメに改称した九百五十年五月にはその姉妹列車として特急 ハトが登場している。当初、ツバメ、ハトは、東京駅大阪駅間に9時間を要していたが、同年10月のダイヤ改正では8時間に短縮した。1956年11月に、東海道本線が全線電化されると7時間30分にまで短縮した。ツバメ、ハトともに一等展望車を連結、さらに1950年4月11日からは、 リクライニングシート付けの特別に当社の連結も始まり、当時の日本を代表する列車となった。また、新しく車内サービスに、ツバメガール、ハトガールと呼ばれる女性乗務員を配した。関西方面の旅客が激増したため、特急券の入手は困難を極めた。1950年11月には400円の特急券を買い占め、 900円以上で売りさばいていたブローカーが逮捕されている。運用に際しては、上下列車とも編成の最後尾に展望車を配する必要があるため、東京と大阪の双方で三角線回しと呼ばれた特殊な大回り回送を行って、全編成を方向転換させるという手間をかけた。主な牽引機関車は C62 系。 C59 形状機機関車 EF58 型が使用された。大垣駅関ヶ原駅間には1944年10月に新樽 E 駅経由で観光媒の下り回線が完成しており、戦後の下り、つばめ、ハトはこちらを経由することで、補機を連結することなく運行された。青対象都色の EF58 系東海道、本線全線連時にツバメ 鳩の客車、電気機関車 e F f 5 8型は従来標準色であったドウ色からエメラルドグリーンに塗り替えイメージチェンジした。これらの編成はその都色から青大賞と呼ばれて親しまれた。151系バメめ1960年国鉄パンフレット1958年11月からは国鉄初の特急系電車である151 軽電車を用いて特急、小玉の運行が開始されると、速度、設備水準において、旧型の客車を用い、機関車兼員であった、バメ・ハ鳩の見劣りが目立つようになったため、1960年6月より、ツバメの車両を151軽電車に置き換えてに、往復に増発され、同時にスピードアップして、東京駅大阪駅間、所要6時間30分となった。 従前の一等展望車は廃されたが、代わりに二等特別席車、パーラーカーを連結した。なおこの時、ハトは、ツバメに吸収される形で一時消滅するが、翌1961年10月のダイヤ改正時、東京駅大阪駅間の電車特急として再登場している。この時、ツバメは二往復とも大阪駅発着となった。 1962年6月の山陽本線、広島駅まで電化されたことにより、ツバメの一往復が広島駅まで乗り入れるようになり、東京駅広島駅間の長く 900km 弱を、当時運転した。これは、実質的には、前年の1961年10月のダイヤ改正で新設されていた大阪駅、広島駅間機動車特急、 平和を立て替える形で設定されたもので、引き換えに平和は廃止された。この途上、山陽本線、瀬野駅八本松駅間には、瀬野八と呼ばれる急勾配が存在し、広島駅発の上り列車についてはここを途半する必要があった。だが、延長運転に先立って、燕用の151系電車を、 背の8の区間で試験走行させてみると、カフカにより途中で、各電動車の主電動機が異常加熱してしまい、自力では途半不能であった。本来平坦な東海道線仕様の車両であり、パワー不足だったのである。やむなく営業運転では、本来自走できる電車列車でありながら、補機を後部に連結して押し上げるという措置を取らざるを得なかった。補機には、 EF61 型が充当され、広島駅から八本松駅まで後押しを行った。1964年10月に東海道新幹線が開業すると、ツバメ・ハトは運転区間を新大阪駅博多駅間に変更された。新幹線と接続し、ツバメ・ハト・カモメの各列車による九州直通の中高特急群を形成した。そのため、 三列車は総括して三ンがラストも呼ばれた。当初は東海道線用の直流電化区間用の151、軽電車をそのまま使用し、交流電化区間である九州島内には EF30 型と ED73 型電気、機関車牽引で乗り入れた。機関車牽引区間での車内電源は電源車さや420型を間に挟んで確保していた。 瀬の橋での放棄連結は従来通り続けられた。1965年10月には、メの運転区間を名古屋駅熊本駅間に変更し、メ市場で最長距離を走ることになった。同時に、燕、鳩の車両は高直両用型の481系に置き換えられた。この結果、交流電化区間に乗り入れられるようになると同時に、 背の端での補機連結も不要になり、自力走行による全区間直通運転が可能となった。さらに、九百六十八年十月以降は、ツバメ、ハトに、寝台電車五百581系、八十三系も用いられるようになった。九百七十二年三月、山陽新幹線岡山駅開業により、ツバメは、岡山駅博多駅、熊本駅間、 鳩は岡山駅下関駅間の特急列車となった。半年後の同年10月、ツバメ、鳩は塩地とともに L 特急に指定された。1973年10月には581系、583系のツバメは運転区間が西鹿児島駅まで延長された。しかし、1975年3月10日に、 山陽新幹線博多駅開業により、ツバメとハトは廃止されることになり、国鉄におけるツバメの歴史は、ここで幕が下ろされた。JR 九州のツバメは、1967年10月から、鹿児島本線で運転されていた特急、有明のうち、西鹿児島駅発着列車をツバメとして1992年7月分離したものである。このうち、 787軽電車を用いた列車では、ビュフェが連結され、ツバメレディと呼ばれる客室乗務員が乗務していた。2004年3月の九州新幹線開業に際し、ツバメは新幹線に用いられ、新幹線に接続する在来線特急列車は、リレーツバメとされた。これに先行して787軽電車のビュフェは廃止、座席車に改造された。 九州新幹線のツバメの名称は公募により決定し、得票数では第1位が、ハヤトでツバメは第5位であったが、ツバメが採用された。ツバメのスピード感に加え、春先に南から飛来するツバメのイメージが鹿児島から北上する九州新幹線にふさわしいと判断されたためである。ハヤトが採用されなかった理由としては、ハヤトが九州というより、 鹿児島県のイメージが強いこと、東北新幹線の早手と紛らわしいからなどとされる。その後、2011年3月12日に、九州新幹線博多から新八代間が開通すると、九州新幹線には、ツバメの他にに種別が追加され、ツバメは、船内各駅停車タイプの名称となった。国鉄バスのシンボルマークとして使用された。 ツバメマーク JR バスのシンボルマークとして使用されているツバメマークプロ野球球団東京ヤクルトスワローズの愛称名スワローズは1950年代の国鉄特急であるツバメに由来する。これは同球団の前身が国鉄の外郭団体である財団法人鉄道協力会を中核として財団法人鉄道交際会日本通運。 日本交通公社などの企業により設立された国鉄野球株式会社の運営する国鉄スワローズだったことによる。あと、産経新聞に譲渡されてから鉄腕アトムにちなんでチーム名をアトムズと解消しているが、ヤクルト本社へ再度譲渡されてからしばらく経って虫プロダクションの倒産によりアトムのキャラクター仕様を取りやめ元のスワローズへ戻している。これ以外にも、 旧国鉄はツバメをシンボルマークのように使用している。一例として国鉄バスの側面には道輪の上で流線を描くツバメをあしらったツバメマークが描かれているが、これは国有鉄道が公共企業体へ移行する際にデザインを一般公募し、それらを参考にして1950年10月14日に決定されたものである。このマークは 国鉄末期にデザインが変更されたが、その後 JR 九州、JR バスグループでもこれを踏襲している。JR 分社化後はもっぱら JR バスグループで用いられたが、JR 九州では引き続きこのロゴを踏襲し、水戸浦英治のデザインによるツバメマークが使用された。先日の八十七系ツバメを皮切りに、八十三系リニューアル車、百十三系 キハ125系、キハ200系、303系、815系で用いられ、民営化後、黎明期の JR 九州のシンボルマークとしての役割を果たした。九州新幹線開業後、800系新幹線専用のシンボルマークとして、2羽のツバメとひらがな書体のロゴを使っていたが、全線開業後、ツバメロゴをベースに葉っぱのツバメをあしらった、水岡英二デザインの アラウンドザ九州ロゴが発表された。このロゴは新幹線、在来線特急に共通的に使われたほか、車両以外にも乗務員用外等や駅構内のデザイン、さらには投資家向けの IR 資料や社長会見用のバックボードなどにも用いられる JR 九州のシンボルマーク的存在にもなった。また、2017年から採用されている新制服のエンブレムにも 新たなツバメマークが用いられている。東海道本線特急、ツバメ、ハト山陽本線、鹿児島本線電車特急、ツバメ、ハト2000年8月26日に運転された、リバイバル、ハトリバイバルトレインと称して国鉄などが、ツバメ、ハト臨時列車内市は団体専用列車として運行したことがある。なお、 例外的に1987年3月31日に運行した団体列車旅立ち JR 西日本号は展望車マイテ49景客車を連結し客車時代のツバメを模したテールマークを使用した詳細は旅立ち JR 号旅立ち JR 西日本号を参照のことありがとうございます